それではただいまから定例記者会見を始めます。本日の発表事項6件を市長からご説明申し上げます。はい、本日はお集まりいただきましてありがとうございます。今日でロシアのウクライナ侵攻から1年になります。ウクライナではロシアの執拗な攻撃により生命の危険に怯え、またインフラが破壊されて寒く不便な冬を過ごしています。ロシアが即時に撤退すること、そして決して核兵器は使用しないことを強く求めます。またトルコシリア地震から20日近くになります。死者が東日本大震災の2倍を超える5万人超と大惨事になっています。市では本庁舎と1週間前からは支所出張所にも募金箱を設置しました。本庁分だけですでに40万円以上集まっており、すでに40万円以上集まっており、当面3月末まで設置をして市民の皆さんの善意を日赤を通じて被災地にお送りしたいと思います。さて、本日の発表事項は合計6件になります。まず最初はマイナンバーカードも利用可能なオンライン申請を拡充するというものであります。本日よりマイナポータルのぴったりサービスでオンライン申請が可能な福島市の手続きを拡充いたしました。これまでにも8制度27手続きが可能であったんですが、今回21制度合計179手続きが申請可能という形になりました。失礼、そうですね、はい。で、こちらはですね、いつでもどこでも24時間申請可能な、サービスで、申請可能な手続きを検索することもできます。また申請内容は途中で保存し、お好きなタイミングで再開することができるというものであります。こちらの画面を見ていただきますとですね、ちょっと待ってくださいね。こういったことがマイナポータルの表示画面で、こちらにありますように申請はこちらから入っていくわけですね。で、一方で私の情報とかやり取り履歴とか、あるいは行政からのお知らせといったものもありますので、そういった面でも便利にお使いいただけるのかなというふうに思っています。これを使うにはスマホ、タブレット、パソコンなどのインターネットを利用できる端末であれば利用可能であります。そして現在ですね、政府の方で子育て介護関係の24手続きを重点的に取り組んでおりまして、それを今年度中にということで政府が進めているわけです。現在までのところ中核市の平均だと大体18手続きぐらいが年度中にできるという見込みでありますが、その点福島市はご覧のように合計179手続きということで、かなり大幅に拡充できることになります。で、今までいろいろなオンラインサービスを実施してきているんですが、どういうふうな関係になっているのかなと皆さん思われるでしょうし、私もちょっと全体どうなっているのかなということでこんなものを整理してみました。で、行政の手続きでいうとですね、マイナーポータルのぴったりサービスというのはマイナンバーカードが必要なものも、あるいは、マイナンバーカードを利用できる手続きも、あるいは不要な手続きも対応が可能になっております。ちなみに、今回本市が導入する手続きのうちマイナンバーカードが必須な手続きというのは52手続きあります。それからこれが一番最大の何と言いますか、対象利用可能な手続きでありまして、そのうちですね、
マイナンバーカードが不要な手続きのうち、まあ、申請が多いもの、あるいはよく市民の皆さんが気軽に申請をしたくなるようなものですね。これは実はLINE でも申請可能なように我々はしております。それから一方でイベント予約とか公共施設の予約に関しては、それぞれイベント予約システム、あるいは公共施設予約システム、あるいは図書館で言えば電子図書館ということで、まあ、それぞれのサービスに応じたシステムを独自に今運用しているという形になります。それからこれらの手続きのうち、まあ、短期の事業で、まあ、簡単な申請で進むようなものはですね、簡単申請という仕組みを、まあ、この行政の手続きも、あるいはイベントなどの手続きも利用して今やっているわけでありまして、まあ、こういった体系の中で市民の皆さんにはオンラインサービスを、ご利用いただいているというものであります。でちなみに、やってみるんですか。はい、はい、まず待ってくださいね。これですか。はい、こちらの申請するのボタンを押していただければ、はい、はいはい、マイナポータルの画面はこうなっておりますが、まあ、こちらで申請するというのを押すと、まあ、こういった、まあ、これ体験画面ですけども出てまいります。そして、この入力情報ですね、まあ、こういった形で、入ってまいりますし、マイナンバーカードを使えばこれ読み取りで、自動入力も可能になってまいります。で氏名、生年月日、性別、まあ、こういった情報を入力するわけですが、これはマイナンバーカードで自動的に入力もされることになります。はい、実際の資料こちらですね、お名前の方を入れてみます。あ、すいません。はい、あ、すいません、はい、これで大丈夫です。生年月日、はい、まあはい、まあ生年月日でいうと、私は35年の10月、まあですね、まあ、なんとかってこうなってくるわけです。はい、それで男性で、まあ、郵便番号とか、まあ、こういった状況になってまいります。はい、それからこれは全然関係ないですね。はい、何をしたらいい。はい、あと下の方に行きまして、こちら住所を入れます。住所をゴロウチの方で入れて、はい、はい、でこちらでまあ、それで、まあ、申請をしたら、まあ、あとこれ一応アンケートですかね、まあ、こういったものにお答えいただくとして、また次を進む。確認いただいて、次に進む。はい、はい、で送信実行で、はい、まあ、終わるということなので、まあ非常に簡単にできますので、ぜひ、まあ、皆さんのところにも、あら、はい、体験のし、これができる体験ができるですね、QR コードつけてますので、ぜひここから体験をしていただければというふうに思います。1件目は以上です。2つ目、やはりオンラインデジタルサービスの関係ですけれども、公の施設の使用料等の免除にですね、障害者手帳アプリ、未来色 ID というのを3月1日から導入をいたします。はい、
で、このミライル ID を提示することで、障害者手帳と同様に使用料の減免が受けられるというものであります。利用可能施設は93施設でありまして、でこれはこのミライル ID というのを起動してですね、でアプリの画面を窓口で提示していただくことで、障害者手帳の提示と同様に使用料の免除を受けることができます。もちろんこのアプリに限定したわけではなくて、これまで通り、障害者手帳もお使いいただけます。でこれを使うにはですね、連携マイナポータルとの連携を福島市としては必要にしています。連携完了まで、6日程度、時間を要しますので、ご承知おきいただきたいというふうに思います。でこのようにですね、まずはご自分でミライル ID というアプリをダウンロードしていただいて、そして、このようなやり方でですね、障害者手帳を撮影して登録するということで、一応ミライル ID との登録は完了できます。それからミライル ID のこういった画面が出てくるたら、その後にこのマイナポータルとのいう画面が ありますので、これを押していただいてですね、最初はこのように、未連携ですかねというふうになっているはずです。でこれを押していただいて、連携するを、押して、線以後の、サイトの指示に従って操作をして、で、マイナポータルとの連携ができれば連携済みというのがこちらに出てきます。そして、この連携済みというものが出たものに関して、福島市としては福島市では利用料の減免が受けられるというものであります。なおこのミライル ID 自体はですね、他の市町村などではマイナポータルとの連携なしにも使えているという、そういったところもあります。ただはっきりしていることで申し上げると、 JR とかあるいは高速道路はマイナポータルとの連携がないと使えません。で私もやはり成りすましの危険性がないとは言えないということなので、福島市としてもですね、むしろこれからよりこれの信用性を高める上では、マイナポータルとの連携というのが必須になってくるということを予測して、またここでは使えるのに JR では使えないとか、そういう話になってしまうと非常に混乱しますので、福島市としてはもう一律にマイナポータルとの連携というものをこの利用料免除の対象とすることにいたしました。このところは十分ご注意をいただきたいというふうに思います。でなお先ほども申し上げましたように、あくまでもこれはデジタルを使った、プラスの利便性向上でありまして、障害者手帳をお持ちの方であればそれを提示いただいて、使用料の減免は受けることが可能ということであります。はい、免除対象施設はご覧のようになっております。続いて3つ目です。本日をもちまして、私は、輝く女性の活躍を加速する男性リーダーの会に、参加をいたしました。これは内閣府に、事務局がありまして、今後、全国のさまざまな男性リーダーとのネットワークを深めながら、福島市におけるジェンダー平等と、女性活躍の、取り組みを、進めてまいります。でこの会に入会しますとですね、行動宣言に沿って取り組みを進めていくことになります。こちらですね、行動宣言がありまして、この内容で申し上げると、まず、私は自ら行動し発信していかなければなりません。女性活躍の重要性、それから女性活躍に関する取り組みの内容とか進捗状況を定期的に把握し公表してまいります。
それから現状を打破する取り組みが求められます。働き方の改革や組織の意識改革を推進してまいります。それから、ネットワークを構築を働く女性のネットワークの構築を支援し、連携していくという取り組みも、実施行ってまいります。早速今日中小企業家同友会の福島地区の皆さんから、講演をの依頼をいただいておりまして、女性活躍についてのお話をすることになっております。そういった中で、現状の取り組み状況とか、私としての求めていく姿をですね、お話をしていきたいというふうに思っています。市では、男女共同参画プランに基づきまして、市が事業主としての取り組み、女性の活躍の拡大とか、あるいは男性の育休取得の促進、それから、官民一体の取り組みとしては、経済団体の働きかけとか、働く女性の、認証企業の、活用、あるいは、みんなの活躍応援事業といったことで、取り組みを進め、そして意識改革と、女性参画の促進を図ってまいる所存であります。続いて、4つ目になります。小関裕二さんの、待望の野球殿堂入りが実現をいたしました。これをきっかけにですね、もともと福島市はこの朝ドラエールをきっかけに小関裕二の街ってこういうロゴを作ってたんですが、今回野球殿堂入りの記念バージョンのオリジナルロゴを制作をいたしました。小関さんの野球殿堂入りに関わる事業でぜひご活用をいただきたいというふうに思います。もともとの小関裕二の町のロゴにですね、野球のダイヤモンドですね、これをあしらって、そこに祝野球殿堂入りといったことを入れてあります。でこちらのロゴはですね、市内に事業所を有する中小企業各法人等であれば無料により使用可能で、商用あるいは非商用も問いません。ただし小関市や福島市のイメージを損なうようなものについての許諾は致しかねるということですので、ご注意いただきたいというふうにも思います。でなお市や商工会議所が利用する場合はですね、公的団体が使う場合は、申請なく使っていくことにしていますが、民間の皆さんが使われる場合には市の文化振興課の方に、申請といいますか、連絡をいただきたいと、で所有の手続きを取っていただきたいというふうに思います。ちょっとこれ抜けてますが、最後にアップするものにはそれを入れてですね、アップしたいというふうに思います。使用期限は、今年中という形になってますけども、確かに祝いは今年中でしょうけども、野球伝統に関するものはですね、また、今後も使ってもいいかなというふうに思いますので、その時はこの少し変えてですね、伝統関係のロゴはまた、使っていきたいというふうには考えております。続いて5点目になります。UFO ふれあい館におきまして360度の VR 動画が完成して、このほど、公開をいたしますのでお知らせをいたします。これはあくまでも UFO ふれあい館限定の、バージョンでありまして、公開は明日になります。で視聴方法はですね、QR コードで各自のスマホで読み取っていただいて視聴いただくということで、視聴料金は入館いただいた方であれば無料、当然のことながら入館に関しては入館料が必要になります。で、これ見方は2つありまして、スマホで見るのと、あと、VR ゴーグルで見る見方があるんですね。で VR ゴーグルですとそれなりにまた立体的に楽しめるわけですが、こちらで見る場合はですね、ここにありますように、イベント予約システムからの予約が必要になります。
視聴希望日の1週間前までに予約を行ってください。まあ、ただ、来館当日に空きがある場合は、先着順に当日予約を受付いたします。皆さんには後で見ていただくですよね。はい、今日の会見の後のさらに、その後ネーミングライツのフォトセッションがありますので、その後に皆さんにご覧いただきたいというふうに思っています。で、内容はですね、このような、特務 UFO 調査隊の新人隊員、としての、まあ、ストーリーをやっておりまして、まあ、オクタゴーンという調査船に乗って、空と地上から千貫森の大調査をするという内容になっておりますので、まあ、後ほどぜひお楽しみいただければというふうに思います。はい、まあ、これはキャラクターですね。はい、まあ、内容は こちらにありますので、後でまたご覧いただください。それから最後6点目になります。3つの施設で新たに、ネーミングライツを導入いたします。まあ、導入は本年の4月1日からで、まあ、それぞれの施設で3年または5年間という形になっています。一つは、スカイパークでありまして、こちらはEBM 航空公園というのが、名称になります。ネーミングライツパートナーは心臓血管外科手術の EBM 株式会社で、年間130万円、それから期間は4月から5年間という形になります。それから2つ目、定休場ですが、こちらはインテックテニスガーデンでありましてとなります。ネーミングライツパートナーは株式会社インテックで、年額は、税抜き100万円、期間は、3年間という形であります。まあ、こちらは足場の仮設工事とか、土木建設工事などを行う会社になります。から3つ目は、篠ヶ丘競技場で、静電車ウィンディースタジアムという名称になります。ネーミングライツパートナーは、株式会社静電車でありまして、年額は120万円、期間は4月から5年間ということであります。まあ、この静電車というのはですね、茂庭の小学校を活用して、風力発電のメンテナンスの技術者を養成している、まあ、施設を設けておりますが、まあ、こちらの中心になっている会社でありまして、まあ、そういった点でこのウィンディースタジアムという名前も、つけたのかなというふうに、まあ、私としては推測をしております。これによりましてですね、福島市のネーミングライツは、この4月から合計で9施設という形になります。まあ、ご覧の通りの、まあ、金額になっておりまして、まあ、我々としても苦しい財政運営の中ですね、非常に貴重な財源をいただいて大変感謝をいたしております。はい、私からは以上であります。はい、それではただいまの発表事項についてのご質問をお受けいたします。ご質問のある方は挙手をお願いいたします。福島テレビさん。はい、福島テレビの日陰です。はい、ネーミングライツについて伺いたかったんですけれども、はい、まあ、今回その3社が新たに、まあ、パートナーに決まったということで、まあ、市としましてはこの決まったことについて、はい、まあ、当然ネーミングライツで、まあ、その権利料が入るということだと思うんですけれども、まあ、これ の, その、まあ、メリットといいますか、まあ、決まったことの受け止めについて伺いますか。はい、我々もこういったものはですね、企業さんからはとっても魅力的だろうということで、まあ、募集をしていたわけであります。我々とすればこういったネーミングライツを導入することで財政運営が厳しい中で財源が確保できるというのは大変嬉しく思いますし、また企業さんの方もこういったことで名前が広まってですね、より経営にプラスになって、まあ、成長されると同時に、まあ、また税金も
より多くまた収めていただけると大変嬉しいなというふうに思っています。あと、まあ、よろしいですか。あとこれに関連してですね、はい、まあ、今回それぞれ年間で100万から130万円という金額だと思うんですけども、はい、このそのネーミングライツ料 の活用の方法とか、そのいただいたお金をこう使い道みたいなのは決まってたりするんでしょうか。それに関しては特に決めておりませんが、基本的には一般財源なんですね。ただやはりそうやって企業さんからお出しいただいているので、まあ、やはり、企業さんの名前がついている中で、やはりそのお金出しただけの効果ないんじゃないんじゃないじゃないかとかね、言われることのないような施設運営にはなるように、まあ、こういった財源も活用はしていきたいというふうに思っています。はい、他ございますか。朝日さん。朝日新聞の荒海といいます。今のネーミングライツに関してなんですが、これ決まった3施設のそれぞれの応募状況ってどんな感じだったんですかね。応募状況はですね、一部は競合もいたしました、はい、あと1社だけというのもあります。あ、それからすいません、先ほどの福島テレビさんのですが、ネーミングライツ料をいただいて、まあ、基本はやはり施設の管理運営に役立てていきます、はい、それでもってやはりネーミングライツしてよかったと言ってもらえるような施設になるように我々としては心がけていきたいと思います。はい、すいません。あと今後なんかまたこの追加でやるような予定ってありますでしょうか。現時点ではですね、まあ、予定はないんですけども、我々としても引き続き財源確保の観点からもですね、ネーミングライツにふさわしいものがないか、そういったことは検討していきたいと思います。それからネーミングライツじゃないですけども、例えばモモリンシェアサイクルであれば、そこに広告は載けようと思ってるんですね、まあ、そういった広告を載せるものも、こう広げていって市の収入確保を図っていきたいと思っています。他にございますか。よろしいでしょうか。なければその他の質問をお受けしたいと思います。その他の質問ございましたら挙手をお願いいたします。朝日さん。朝日新聞の荒海です。はい、まあ、その他の質問ということで、ゴミの有料化の話なんですけども、はい、まあ、今月は頭に審議会の方から意見書が提出されて、はい、でその時に秘書さんが、まあ、議会頃までには何かの判断をしたいということでしたが、はい、いかがでしょうか。はい、ゴミの有料化に関する市の対応についてはですね、1日の、議会冒頭で、私の方から発言をさせていただきたいと今考えております。他にございますか。はい、内容ですので最後に市長からのもう一点だけアナウンスがございますので。これですか。はい、何だったっけ。最後の追い込みの。あ、そうかそうか。はい、福島シティマラソンですが、5月21日開催ということです。で、申し込みはですね、こちらにあるように締め切りが3月の5日ということで、まあ、間近に迫ってきております。まあ、現在までのところですね、8割以上埋まっているというか、ハーフマラソンの方ですね、まあ、埋まっておりますが、まだ若干枠はありますので、ぜひ市民の皆さん、あるいは全国の皆さんにふるってご参加をいただきたいなというふうに思っています。なお、ハーフマラソンと車椅子部以外は、つまり10キロとあと3キロの部はもう満杯になって、応募を締め切っておりますので、まあ、こちらは今回はご容赦いただきたいというふうに思います。以上です。以上をもちまして定例記者会見を終了いたします。本日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。